激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、新潟県新潟市にあります、タイ屋台料理、スパイシーマーケット駅前店さんに来ております。こちらですね、もうその名の通り、様々な、ね、タイ料理が、楽しめるところで、今回もやっていくんですけれども、今回ね、ちょっと2品頼もうかなと思いまして、まず1品目がね、これサラダ、激辛サラダでちょっと有名なですね、ソムタムというものにちょっと挑戦していきたいと思います。なんかね、青パパイヤを使ったね、とんでもないちょっと激辛サラダをちょっと以前食べたのを思い出しましてね、あ、今日これにしようと思って、まずサラダと、あとね、激辛チャーハン、はい、こちらのがメニューにあるんですけども、これも、挑戦していきたいかなと思います。で、これね、もともと辛いんですけれども、プラスなんかいくらか200円ぐらい、追加料金払うと激辛マックスに、もうマックスの辛さに挑戦できるところで、今回マックスの辛さに挑戦していきたいかなと思います。それでは、早速行った人の感想を見ていきましょう。スパイシーマーケットの激辛チャーハン、うまかった。あの米一粒一粒に旨味が凝縮されてる感じ、家でも再現したいものだと、辛く美味しいものを、汗ふんだんに流しながら楽しめるということでね、楽しみです。それでは早速行ってきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですが、こちらメニュー表いっぱいあります。さまざまな、タイ料理が、名を連ねてるんですけれども、なんかね、これ辛さレベルが一応な表記がね5段階にありまして、なんかマックスだと5になるらしいんですが、さらにその上がなんか追加料金払うと辛さレベルがマックスにできるそうです。1つ目ソムタムありました。青パパイヤの激辛サラダということで、タイの遺産料理ということで、持ち込みと一緒に食べるのが定番らしいですね。はい、で、あともう1つがこの激辛チャーハンということで、普通のチャーハンじゃ物足りない、辛いもの好きな方はぜひ4種の具材からお選びください、辛うまということで、僕はねこれ、鶏肉をチョイスしました。はい、じゃあちょっと非常に楽しみですね。待ちましょう。いただきます。さあ、激辛ソムタム、激辛チャーハン、お手並み拝見ですよということで、うわー、ものすごい刺激臭がするけれども、いやー楽しみですね。じゃあまず健康的にサラダからいっていきましょう。はい、じゃあこちらの、青パパイヤですね。あんまちょっと聞き慣れない食材かもしれないけど、辛いサラダないや、なかなか。これはね、どちらもタイの激辛唐辛子と調べてるスプリキーヌ、これを使っております。辛い。あー、顔の周りが一緒に熱くなった。辛いんです。プラス、ちょっと酸味がしますね。酸味を効かせたドレッシングを出したのかわかんない、これ。酸っぱ辛い。入ってくるように、トマトにパパイヤ、パクチーにキュウリ、あとナッツみたいなの入ってますね。あー、非常にエスニックですね。あれ、サムタム一旦置いとこう。で、この激辛チャーハン、
こっちのそもたもの体のダメージがありつつこっちの食べるとねダブルパンチ、体中がスパイシーマーケットになってます。ちゃんとでもね、ちゃんと美味しい。こんな辛いサラダ日本にないじゃないですか。日本の料理はタイの人こんな辛いサラダをね日常的に食べてると思って恐ろしいな。どんな味覚してんだろうと思いますけど、残すところチャーハンのみ。最高の激辛チャーハン食べをしてこの月からまたに蹴りを積んでたいと思います。ごちそうさまでした。それでは監査レベルの発表していきましょう、スパイシーマーケット駅前店さんの、激辛チャーハン辛さましと、そもたま激辛辛さましですね、はい、じゃあそれぞれ発表していきましょう。監査レベルじゃんじゃん、監査レベル 6.57 です。おめでとうございます。はい、やっぱねタイの激辛唐辛子プリッキーヌを使ったふんだんに使ったねこの、激辛メニューでしたけれども、まずはねこの、ソムタムの方が、7ですね、うん、やっぱねこれなかなか見ないですよねこの激辛サラダっていうのが。やっぱねこれ衝撃を味わいましたが以前にも食べたことありましたけどやはり辛いサラダなのにこんなに辛くていいのかと思わず疑問を投げかけたくなるぐらいの辛さで、ね、非常に辛い、うん、もう口の中からビリビリとしびれます。酸味の効いた、味わいとトマト、そしてパパイヤのこの爽やかなこのサラダ類、うん、これはね非常に美味しい、うん、辛さと相まって、これね食がぐいぐい進む一品ではないかなと思います、そしてこちらの激辛チャーハンに関してはね今回ねこの鶏肉をチョイスとして選びました。これはまた合いますね、うん、非常に香ばしい、香りがねチャーハンの旨味映えますし、うん、やっぱスパイシーマーケット辛さをこう売りにしてるお店だけあってね非常に美味しく食べたのではないでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、激辛ブログ、ツイッター等々更新してますんでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。コップンカー。